清泉女学院短期大学幼児教育科のたるいです。幼児教育科2年の平林です。幼児教育科1年の田中です。本学の幼児教育科の学びの魅力はどんなところだと思いますか？幼児教育科っていうこともあって、実際に実習などもこう参加してこう実際の現場に行くことで自分の学びにつながったりとか気づきが新たな気づきが得たりとかそういうところができるところですかね。私はまだ入学したてで100の体験って言って清泉ならではのプロジェクトを多くやるようになって、100の体験では、子どもに帰るというか、セミナーで水を浴びるみたいな企画みたいのをやってみんなでびしょびしょになってみたり、なんか少し大人だったら少しやることに抵抗があることを子どもの心を思い出してやってみたりしながら、なんか子どもの気持ちを分かる、なんかリアルで分かるような学びにつながってるかなって思います。そうですね、100の体験は本学独自のプログラムでこう保育にもつながるような自然体験とか生活体験が100個こうね箇条書きにされたもので、こう季節に応じてみんなできるものにね取り組んでいくプログラムですよね。高校生の今からやっておいた方が良いことは何かありますか？高校の時の学校説明会みたいなので、学校の人から説明を受けた時に、なんか今自分でなんかやりたいこととか遊んでおきたいことを全力でやっておくことが大切ですって言われて、なんかそれを今となっては確かにそうだなって思うことが多くて、高校の時に友達となんかこれこれこうして怒られたとか、なんかこういう悪さして怒られたとか、これこれこうして友達と楽しい思い出ができたっていうのが、なんかこの大学生になって子供と遊ぶとか時に、あ、こういう気持ちだったよなっていうのが少し共感できたりとか、それが活かせることが多かったので、なんかその全力で遊ぶとか興味を持つってことが大切だなって思いました。では、どういうところが、清泉短大に決め手になりましたか？やっぱり子供と関わるには専門的な知識があるということがこう重要な面にもなってくると思うので、いろいろな資格の取れる清泉女学院短期大学にこう入ってみようかなと思いました。この大学の2年間で経験できるもの、100の体験であったり実習であったり清泉祭であったり、その2年間で自分に得られる技術知識が多いって、県内の大学の中で多いなって感じたのがこの大学だったので清泉大学に決めました。どんな資格の取得を目指しているんでしょうか？保育士の資格だけでなく、認定本士だったりとか、あと自然体験活動指導者のニールリーダーの方だったりとか、あと児童構成員の方の資格も取得したいなと考えています。就職のサポートはどんなことをしてもらいましたか？まず1年生の時には先輩方から話を聞いたりとか、こういろんな方から の話を聞くことで自分の目指す保育者像をこう立ててみたりとかすることができました。また2年生に入ってからはキャリア支援センターの方でもこう面接練習とか、こうどういうところを受けたいのかとか、遠見学とかそういった面でもこうたくさんサポートしてもらったので、すごく助かったなという気持ちです。そうですね、はい、割とあれですよね、細やかに面談などの機会がありますよね。はい、先生に質問なんですけど、高校生だったりで、保育園の先生になりたい、幼稚園の先生になりたいっていう、こういう保育の世界に興味がある子たちが多いと思うんですが、資質だったり自分にはこの仕事が向いてるのかって迷ってる子が多いと思うんですけど、何かありますか？子供と一緒に過ごすのが楽しいって思える気持ちがあれば大丈夫だと思います。清泉短大ではやっぱりこう仲間と一緒に学び合いながら2年間過ごしていけると思うので、お互いに力を高めながら保育の力もつけていけるんじゃないかなって思います。清泉女学院短期大学では
あの先生方もこうユニークですし、授業自体も座学だけでなく実践的な学びもできる、とてもこう楽しくて温かい雰囲気の学校だと思っています。いろいろな体験ができる清泉女学院で私たちと一緒に学びましょう。